厚真町では被害が大きかった吉野地区に献花台が設置され、多くの人が静かに手を合わせていました。なかなか忘れることはできない。無念だったろうなと。北海道で初めて震度7を観測した2018年の胆振東部地震では、関連死を含めて44人が犠牲になりました。被災地では復旧・復興に向けた工事が今も続いています。一方、21棟の住宅が傾くなどの被害を受けた北広島市では昨日、今年の4月に再建したばかりの集会所でランタンに火を灯すイベントが行われました。